セラピスト8月号のクラフト特集に登場します。アロマセラピーサロン&スクールククナの高橋久美子です。今日はアロマスプレーの作り方をご紹介いたします。アロマスプレーは材料が揃っていれば約5分ほどでできてしまう簡単なアロマクラフトとして人気があります。気分を変えたい時やリフレッシュ、リラックス、安眠、集中したい時などに使うのがおすすめです。精油の種類を変えて自分の好きな香りや用途に合わせたアロマスプレーを作ってみましょう。材料はこちらになります。まず無水エタノールです。こちらはドラッグストアで購入することができます。次に精製水、こちらもドラッグストアで購入することができます。精製水の代わりに蒸留した芳香蒸留水を使っても構いません。そして精油、こちらは額面や品質がしっかりしたものを使うのがおすすめです。そしてガラスのスプレー容器です。精油はプラスチックを溶かす恐れがありますので、なるべくガラス製のものを使いましょう。それからビーカーと、あと混ぜるために攪拌する攪拌棒です。こちらはご自宅にある竹串などで代用しても構いません。それではアロマスプレーを作っていきましょう。今日は精製水の代わりにラベンダーのアロマウォーターを使いたいと思いますので、まず蒸留してラベンダーのアロマウォーターを作っていきましょう。こちらラベンダーです。ラベンダーを蒸留器の中に入れたいと思います。次に蓋をします。蓋をして上に冷やすための氷を入れたいと思います。氷を入れ終わりましたらこちらをセットして、それでは、スイッチを入れたいと思います。今から10分ほどでアロマウォーターが抽出が始まります。ラベンダーのアロマウォーターが出来上がりました。これを使ってアロマスプレーを作っていきたいと思います。はい、ラベンダーのアロマウォーターが出来上がりました。200ml 出来上がりました。今日はこちらを使ってアロマスプレーを作っていきたいと思います。まず無水エタノールを測ります。無水エタノールは 5ml 入れます。次に精油を今日は10滴入れたいと思います。今日は、安眠リラックスを目的としたアロマスプレーを作りたいので、柚子と黒文字を使いたいと思います。それぞれ5滴ずつ入れたいと思います。よくかき混ぜます。次にラベンダーのアロマウォーターを 45ml 入れたいと思います。こちらもよくかき混ぜます。最後にスプレー容器にこちらを移したいと思います。出来上がったらよく振ります。アロマスプレーが出来上がりました。最後に作成日をラベルシールに記入しておしまいです。以上でアロマスプレーの作り方はおしまいです。詳しくはセラピスト8月号をご覧ください。アロマスクールククナでは、アロマの資格講座やワークショップなども随時行っておりますので、ぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。